近況報告って今撮ってますけど、撮り始めて30分ぐらい経ちましたけど、ずーっと店長の愚痴を今ずっと聞いています。久々に、だってお正月の近況報告以来でしょ。そうだよな。そうだよ、やばいよ、ダメだよ、全然近況になってない。ちょっとまあ正月からずっとこう店長がずっと忙しい、まあ、おかげさまでクリスが辞めたっていうのもあるけど、そう、クリスは卒業して華々しく、そうそう、新しい世界へ育っていきました、うん、頑張れクリス、そう、応援してるぞ。経験ですからね、ちょっとね、 あまりにもそうやって忙しすぎてね、我々がね、本来3人で回さなきゃいけないところを2人で回すとか、あ、そっかそっか、ワンオペでラジオをやるとかっていうのを増やして、そうだね、だからもう店長はね、ほんと休みなしで、だからまあ口もあるわな、そりゃなすいませんね、ことね、こんなにシフトにさ入ってるオーナー見たことないよ、これまで。いやいやいやそんなことないんだよ、おかしいで、シフトが出てもさ、だからさ、でも自分皆さんね、店長のシフト見せてあげたいぐらいにね、全部なんですよね。こちらが2月のシフトです。そうだよ、出そうです。いや、だそんなのよ、いや、出そうです。ありがとう。そうやって女に気をつかせてる、この私がいけない、よくない、違うわ、ね、こういうこと言っちゃう。いや、そうだよ、気なんか使ってないのよ、愛だよ。これ塩田大蔵のメニュー、愛使ってんだよ、愛。かっこいいね。ベッドにもなるソファーっていう劇ですね。へ、私が最後に出演した演劇舞台です、うん、大人の麦茶もラストオーダーっていう、そうだ、最後の公演なんだって。うちのバイト君も演奏している劇団です。その麦茶としてのラストの公演ってことね。そこに、私が何本か、うわお、私が生演奏で出ます。うわお、生ドラム、いや、カホンはちょっとやりたくないから、ちょっと考え、スネア一発ずつぐらいでいいかなとか、鈴の利用の俺やったことないかな。いやいや、どんな役者の発言してんだよ。あ、ほら、なるほど、もんよ、そんな、何千人って言われたけど。いやいや、だからああいう、なんていうか、ライブハウスでよ、そういうの。そうだね、小劇場ってね。そういうとこってあんまないよ、まあ、こんな劇場とかはああいう感じ。そうだよね、なんかワクワクするよね。やばいね、演劇デビューだね、大人の麦茶デビュー、デビューデビュー、うわー、今はだからそこの劇団も何回か出てた、何度もお世話になりました。で、最終公演が4月から始まると。そう。そこは呼ばれてる。だって私は店長だから、私はもう女優は辞めたんです。あ、そうか。はい。でも、太蔵さん今日飲みに来て。そう。飲みに来てな。ジョージ丸さんも、ちょっとゲスト的に叩くみたいになって、あれ、私ハーモニカ吹けますけどって言って、ちょっともしかしたら。だから俺と同じ立場で。チーム庄司丸演奏があるかも。そうそうそう、これやばくない？これすごいことだよ。やばいよ。だ、本来なら女優として舞台でっていうことだけど。いや、そういう、やめてんだよ。いや、それだって大人の麦茶のさ、ラストオーダー。そういうことだよね。ここでイベントもいっぱいやっていただいたし、劇もやってもらった。劇って出てきて、演劇もやってもらったじゃん、しまいました。悲しいけどね、ラストオーダーっていうのは。うん、あ、そうなんだ、びっくりしたけど。まあだけど、そこにさ、チーム庄司丸で関われたらめちゃくちゃ最高だね。いや、なんか、嬉しいな。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。私これ死んじゃうんじゃないかな、これやっちゃったら。え、最後までの公演出してくれんの？ねえ。